赤線がスマトラ断層。三角が火山スマトラ島の地形図スマトラ断層とは2 0 0 0キロメートル近くにわたってスマトラ島の西岸を縦断する大規模な断層帯である。右横ずれ断層。大スマトラ断層。グレートスマトラ断層ともいう。スマトラ断層は第2コバル島の東方沖約2 0 0キロメートル付近から始まり上島。 バンダーチェの北東、バリサーン山脈のクンバール山、トバコの南西、ルービュクレア山、マラピ山とタンダイコット山の間、クリンチ山、カバ山、セッキンカウ山、スンダ海峡を通って、南側は、ジャワ島西端の近海まで伸びる。途中で、いくつか、分岐断層がある。トバコの西側を通るスマトラ断層断層の北側は、 セコ海ンであるアンダマン海盆を経由してミャンマーのサガイン断層に連続する。スンダ海溝はスンダ海峡以北で斜め沈み込みに前意し、右横ずれ応力が東古側に及んでいる。この応力の一部をこの断層が担っており、スマトラ島では海溝と並行して明瞭なリニアメントが形成されている。この構造は 南海トラフに対する中央構造線断層帯やフィリピン海溝に対するフィリピン断層などと同様である。プレートテクトニクスの考え方によればスマトラ島の周囲ではインド洋北東部からオーストラリアにかけての地域を覆うインドオーストラリアプレートがスマトラ島や東南アジアの大部分を覆う澄んだプレートとこれに密着しているビルマプレートの下に沈み込み 澄んだ海溝を作っている。澄んだ海溝での沈み込みによって、海溝の東側には土砂が堆積する上、圧力によって流気して、不可いとなる。アンダマン諸島、ニコバル諸島、シムルエ島、ニアス島、メンタワイ諸島と連なる細長い列島は古くにできた、不可いであり、それより、西側の海溝近くには激しく集局した、新しい不たいが連なっている。 この深体の列のさらに東側には、古くから地殻変動の影響が少ないために、大量の土砂が堆積して平らとなった海盆がある。プレートの沈み込みによる圧力は、深体側の方が海盆より大きいため、ズレが生じ、メンタワイ断層と呼ばれる断層ができた。メンタワイ断層は、スマトラ島とほぼ平行する形で、スマトラ島とほぼ同じ長さにわたって伸び、 スマトラ島とメンタワイ諸島などの列島とを隔てる大規模な海底の断層帯となっている。インド・オーストラリアプレートの移動方向は北北東方向であり固定されている大陸プレートに向かって斜めに沈み込んでいる。そのためメンタワイ断層の南側では北方向の力、北側では南方向の力がそれぞれかかり、 両側では圧力に差が生じて、右横ずれ断層となっている。しかし、メンタワイ断層のずれだけでは、圧力の差を解放することはできず、さらに内側に位置するスマトラ島にも、断層を発生させようという力が働く。そこで、スマトラ島西岸に力が集中し、右横ずれのスマトラ断層ができた。断層付近は、地殻が砕けて、地高帯となり、 そこにマグマが溜まって大規模な火山の列ができた。非常に長いスマトラ断層であるが、その北側にも同じ構造の断層が連なっている。アンダマン海では十字型に複数の断層が並び、さらにその北には南北に長くサガイン断層が連なっている。南側ではスンダ海峡で断層が途切れている。これはジャワ島の南側では インドオーストラリアプレートが大陸プレートに対して直角に沈み込んでおり圧力のずれが生じないためである。ただしスマトラ島付近ではインドオーストラリアプレートの沈み込みが北側で早く南側で遅いためジャワ島に対してやや時計回りに回転しながら沈み込んでいる。そのため圧力の高いスマトラ島は大陸プレート側に押されダイスンダレ島は 澄んだ海峡で真、ま、っ二つに寄られている。その境目に、マグマが溜まってできたのが、クラカタウサである。一方、メンタワイ断層の北端は、ニアス島の北西沖で途切れ、西アンダマン断層につながっている。両断層は、バティ断層によって寸断されており、その周囲では、やや異なった、地下構造となっている。南端は、バンダルランプンの南南西。 約2 0 0トル付近までで途切れている。ありがとうございます。